じゃん。やっぱりダメだ。これから最後の戦いになる。ジョン、何が見えてもそれは私じゃないからね。絶対に絶対にあいつの計画を阻止して。ジョンならきっとできるよ。うん、きっとできる。わー、これサンちゃんにも帰れないんだ。そっか、体は乗っ取られてる状態になってるわけか。あ、なんかいる。とりあえずセーブ。本当に行くのか？寂しくなるな。これから私は一つの粒子、一つの波動となって、ジョンという名の宇宙を駆け巡るとしよう。やっぱこれ全部ジョンの記憶か。このセリフは。ようこそいらっしゃい。ラストジョニー。私のことは知らないだろう。でも私の兄弟たちのことはよく知ってるはずだ。私はジョニー。みんなからはラストジョニーと呼ばれている。警戒するのも無理はない。さすがはベテランの冒険者だ。おお、ありがとう。でもまあ、信じてくれ。上質な品物ばかりを揃えてるぞ。あ、ほんとだ。エネルギーパックを大量に。いや、勝ったじゃん。勝ったじゃん。今、目の前で思いっきり勝ったじゃん。俺、何を買ってたんだ？スイッチオン。勇気を使う。ああ。勇気。知恵。女性の姿だ。最後、力。力はサンちゃんなんだ。じゃあ真ん中って誰だ。いけんのか。最後謎すぎるやろ。なんか一番左魔物やったけど、あれ何なんだろうね。真ん中もわかんないし。あ、サンちゃん使える。か、これ最後か。すごいね、なんかまがまがしいもん。うわ、まだ敵いるじゃん。あ、左右行ってこいよみたいな。言ってこいよみたいな感じだったね。チュンチュンチュン。あれ、いけね。よし、いけた。ちょい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 。どこある？いやー、でもなんかすごいなー、宇宙なんだね。もうなんで宇宙なんだろうね。ああ、それは戻る道か。はいはい。あれ、取り気になるよね。よし、これで OK。じゃあ、左側。そっか。あー、サンちゃん触れなくなってるのもまた切ないな。
それで言ったらさ、序盤の時にあったさ、オープニングでサンちゃんとなんか外に行ってたシーンがあったじゃん。あのタイトルロゴが出るシーンね。あそこは一切出なかったね。何だったんだろうね。記憶の中の何かなのかちょっと分かんないけど、わあ、まがまがしい。ほい、届かない。ほい、うわあ、3つのドラゴンだ。しかもあれ、サンちゃん入ってたね。やばい、ブレス、ブレスが来る。やばい、止めて、よいしょよし、やばいやばいやばい、ブレスがやばい。急げ急げ、近づけ近づけ。あ、シールド張りやがった。トン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 、トン。やばいやばいやばい。プレス吐く前に。痛い、その着地は。着地狩りはダメでしょ。いくらなんでも。よし、あと1枚。受けるだけ受けて最後にドーンと。さらにシールドが4体か。ちょっとずるいぞ、守ってばっかずるいぞ。いけいけ、痛い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 。ほいほい、着地、あーぶーな、いてて、いやーぶーつい。これは瞬間移動、ほっ、よし、避けて避けて避けてやね。正面が叩けない。
ほら、首ちょん切ってやるよ。やば、あ、ほら、ちょん切ってやる。よし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 。やっと捕らえた。あと一息。ジョン。あと一息か。ほら、フライパンが光ってる。サンちゃんの力よね。いけ。全然進みねえじゃねえか。いけ。いけるのか。いてー。連射、連射か。いきなり なるほど、そういう風に弾くのか。おい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 、おい、で、もう一回。痛い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 。むずいぞ、何気にむずいぞ。いていていて、いて、それはなしやろ。どうそう来るの。1,2,3。 やばいやばい、舐めて。目ん玉っぽくなってんだよな。遅かったか。ちょっと見ていっ。こっから、むずいんだよな、ここが。1,2,3。1,2。うわあ、マジか。ちょっと待って、タイミングがシビアすぎるって。カウンター成功しないと無理だな。はいはい。いやー、なんか急にリズム攻めになってきたね。1,3,4,1,2,3,1,2,3。ダメ、間に合わん。あー、むずい。最後がむずすぎる。
せーの、ほいほいほい。1、2、1、2、3、4、1、2、3、1、2、3。あー、やっと決まった。新たな始まり。海に飲まれていった。これソロモンが言ってたやつか。私の負けね。あなたがここまで成長するなんて。お芝居はやめて。もう騙されないよ。うん。さすがに無理みたいね。いいわ。すべてを見せてあげる。そういえば、まだ教えていなかったわね。この列車で遊んでる最中に、たたりを解き放ったの。ここは覚えてるわね。あなたが暮らしていた地下の世界。ここの人たちのことはよくわかるわ。彼らは悪い人だと思うでしょう。でも違うわ。悪いなんて黙ぬれ。ほら、あなたがいなくなっても誰一人気にしていない。まるで最初からいなかったみたいに。彼らはのんきに自分たちの夕食のことばかり考えてる。大きな災いに巻き込まれようとしているのに気づかない素振りをして。あなたが必死に守ろうとしたこの町はどう？見にくいでしょ。必死になって海岸にしがみつく昼みたい。命を懸けて大事な友達を失ったのに、あなたたちは成し遂げられなかった。全てはここから始まった。世界中の知性がここで暮らしていたわ。その彼らに何ができたというの？理性も知恵も絶対的な力の前では無力よ。結局この町は廃墟になった。哀れな人間たち。彼らはもう手遅れよ。自分たちの運命すら察していない。もうすぐこの世界から消え去るのにね。違いよ。まだ終わってない。ああ、うるさい。自分が何をしてるか分かってるの？このままだとあなたも消えちゃうよ。
これでおしまいみたいね。お別れを得なくていいの？いいの、私がここにいるってきっとわかってる。そうかしら。すごく悲しそうにしてるけど。いつの日か絶対また会えるもん。希望は時の氷を溶かし、勇気は運命の枷を砕いた。しかし別れという呪いから逃れる術はなかった。死神の船は人類を乗せて出航し、姫とその騎士は騎した方に背を向けた。濃厚な虚無が消え去ると人々は竹木穴から顔を出した。白波は琴を削り、潮は雨に風に嵐に化け、跡形もなく消え去ると再び顔を持ち上げた。一筋に伸びる伊東の道は遥か地の果ての光を目指す。いかなる星よりもまばゆく、太陽よりも暖かき光を。東行きの列車は？あ、あった。午後3時。3時。3時何分？見えない。字が消えちゃってる。なんで誰も直さないの？暑いな。水着持ってくればよかった。ああ、サンちゃんだ。髪の毛束ねてる。ジョンもいる。あれ、あそこに誰かいる。泳ぎに行かなくてよかった。あなたも列車を待ってるの？私は3、東行きの列車に乗りたいんだけど。あなたは知ってる？次の列車がいつ来るか。聞こえてる？あ、そっか、サンちゃん記憶ないのか。変な人。どうしたの？お化けでも見たような顔をして。ああ、参っちゃうな。列車はいつ来るんだろう。
暑いな。はい、ということでユフトワードクリアだね。うわー、よかった。結局さんちゃん記憶なくしたけどっていう感じか。あの赤靴に白髪はまあさんちゃんだよね。あ、ちょっとね飛ばせない感じなんでね、このままちょっとエンディング見終わってからにしましょうか。あー、でもその後の話みたいな感じだよね。色鮮やかになってるし、でもイザベルはあの後どうなったんだろうね。気になるところではあるな。ミリアムもどうなったのか。あ、すごい、大地の子モロみたいに変わってんじゃん右側サンちゃん出てるね。あら、迎え行ったんだ。修理が終わったってこと？そう、気分が良くなったよ。どっちもダニエルなんだよなあ、よかった。全てうまくいけば明日には出発できるぞ。明日、あ、ラッキーコインちゃんと返したんだ。これで終わりなんだ。まあみんな運が良かったっていう感じか。ハッピーエンドだね。ただジョン俺最後一言喋ってくれんのかなっていう期待してたんだけどさ、ほんと喋らず終わったね。じゃあ、完走した感想でもね、ちょっと言ってきたんですけど、まあ、全部で30話か。31話になってるかもしれないけど。まあ、面白かったね。なかなか、主人公喋んないから、どういう感情なのかもわかんなかったけど、逆に、こう、入り込めてよかったなーって思うね。やってみて。面白かった。普通に、めちゃくちゃ綺麗でいいゲームだなと思ったけど。あ、なんかおまけってあるね。
あー、すごい。チャプターセレクトとか第一のこうプレイできるんだ。なるほどね。ちなみに、あ、セーブするスロットはこうなるのか。A、B。あ、第一章の表裏見て、あー、なるほどね。8章で終わりか。まあ、結局ね、ソロモンも最後までしつこかったなーっていう感じもあったけど、まあ、マザーもマザーで、あれ、あれだよね、だから、その何回も何回もマザーの遺伝子が転生していくことによって、まあ闇落ちしたみたいな展開だよね、感じ的には。いやー、でも、そうだな、結局、ピクスボールも全部集まってないからね。出てないキャラもいるからね。この辺りはサブクエとかいろいろあんのかもね。ちなみに始めるときは、ああ、そうやね。おまけか。はい。ということで、まあまあまあ、面白かったね。まあぜひ、そうだね、体験てか、アクション性のゲームなんで、まあ、内容知っててもね、プレイしてもらえるとより楽しめるんじゃないかなと思います。あとは、なんかやり込みとして、お宝がね、実は全部で102個あるっていうね、右下に僕ずっと、みんなには見えないんだけど、あと何個ですみたいなトロフィーがあるのよ。だからそのトロフィー集めをしたりとか、まあそういったやつだね。隠し要素的なやつとかトロフィー集めとかで楽しんでもらえる要素があるんで。で、僕は特にやってないのが、大地の子をやってないんで、大地の子とかね、プレイしてみたい方は、ぜひやってみるといいんじゃないかなと思います。ということで、まあ長い長い30話で終わりですが、これにて、イーストワードは終了となります。またちょっと違うゲームやっていこうかなと思ってますんで、よかったら遊びに来てもらえればと思います。それではご視聴の方ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回別のゲームでお会いしましょう。バイバイ。